結構良さげな、多分直径11ミリぐらいのルチルが、1グラム160元ね、掛け算をして掛け算をしていくと、電卓映んないな、21万7600円ぐらいということですね。ってことは65万円ぐらいで売れるなら買ってもいいと。まあヤフオクとかアマゾンじゃ無理な事件なんで、やっぱりネットショップをね持って乗客をつかまないときついですけど、客がいれば面白いですね。でかいしありますね。